今回は最後のプレリュードである5代目を作りました。5代目プレリュードがデビューした時自分は4代目プレリュードのオーナーだった。4代目はアイルトンセナが CM に出ていたやつで、今まで見たことのない後ろ姿、張り出したフェンダーと三角のテールランプがかっこよかった。でも4代目は3代目ほど売れなくて失敗作ということになっているらしい。5代目が発表された時の印象は普通すぎて悪くもないけどやっぱり普通。ホンダ車ってボンネットがすごく低いイメージだったのに5代目は縦型ヘッドライトのデザインのせいかボンネットが高く見えて、上品な印象はあるけど逆に言えば普通のセダンにしか見えない。ドアが2枚だからクーペかもしれないけど、名前がプレリュードじゃなくてアコードなら違和感はなかった。若者がターゲットではなかったんだろう。セダンやクーペが売れなくなった時代でもあった。自分も子供が生まれたこともあってプレリュードの次はステップワゴンになって今もステップワゴンを乗り継いでいる。最近も、新型フェアレディ Z とか新型ステップワゴンが昔のデザインをオマージュして、懐かしいユーザーを取り込むことに成功しているみたいだけど、4代目を全否定した5代目プレリュードは、3代目以前のユーザーからもこれじゃない感しかなかったと思う。パワーのあるエンジンで車内が広くて悪い車ではないけど、プレリュードという名前でなくても良かったのにと個人的には思う。